兄弟のように育ったお雪ですが、純の城の様子が腑に落ちないのを見ると、必死と娘心の疑いを傾けます。それは驚いたな、お雪殿。それでは、思い切って本当のことを言おう。昼来た結び文というのはこれだ。手渡したのは、例の汚い字をのたくらせた手紙。一目、お雪はさすがに仰天もし、 自分のあしたなさに味もしましたまあ大変罠ではないでしょうかでも父母の名を教えるというのを黙っているわけにはいかない百両のお金は春の丞様そんなものがあるはずはない空手で乗り込んで刀にかけて白状させるまでだ春の丞のもくろみは思いのほか無造作ですそんな危ないことを 相手はどんな悪人で幾人いるかも分かりませんお待ちなさいませ旬女丞様お雪は奥へ引き返すと亡き母親から譲られた形見の金数80両とそれに串鴻害さん目の尾まで添えて持ってきました足りないかもしれませんがせめてこれだけでも用意してくださいまし。18娘の順

中ば閉ざしたとから青白い月の光が差し込んで中の光景をまざまざと照らしております。ほっ、っ春の城が声をのんだのも無理はありません。物置の中ばさながら血の海。よく見ると一人の中老人が坦当に胸を刺されて死んでいるのです。死体のそばにはひらひらと夜風に動く紙片。拾い上げてみるとやさしい女文字で。 二度とかような場所へお近づき遊ばすな海の父母のことなどはお心にかけず今の手手後に応用をお励みなされますよう春様へとこう書いてあるのです鯖へ春の情、頭から水をかけられたほど驚きましたやがてこんな場所に長居することの危険さを考えると真夜中の街ぼとんで一目散に八丁堀へ 旬の,の城は一晩夢うつつに考えました刺された男は多分自分をおびき出したくせ者でそれを刺したのは自分に好意を寄せる女の仕業には相違ありませんがそんな女はどうしても思い当たらなかったのですまたしても夢に通う母の面影旬の城は何遍目を覚ましたことでしょう永代まし詰め物置の死骸は あくる日の朝見つけられまたも江戸中の評判になりました刺されたのは東金の城五郎という縄抜けをした大悪党刺したのは胸に突き当てた担当の持ち主人穴の尾崎と鑑定されたのです人穴尾崎と東金の城五郎は川島屋乗り込み以来二十年間の相棒でその尾崎の手に城五郎の殺されたのは 仲違いのせいだろうと伝えられましたとにかく人穴お咲に対する探索の手はこの事件以来一倍拳銃を極めたことは言うまでもありませんそれから5日目養父の藤兵衛は大ニコニコで役所から帰ってきましたとうとうお咲も縛られたよとりあえず奉行所の借り楼に放り込んでおいたが あんなな場所じゃ安心ができない。明日は早速天満町の王路へ送るとしようこれでわしも肩が抜けたというものさ安心してお前に役を譲れるよどんな風にして縛られました父上様何やら気になるもの春の女王は我にもあらず尋ねたのですそれほどの女が逃げようと思えば逃げられたのに わしが向かっていくと手を後ろに回して神妙にお縄を頂戴したよ。駿之助は言うに言われぬ変な心持ちでした。上五郎を刺したのが人穴おきなら自分に手紙を残したのも人穴おきでなければなりません。その人穴おきが養父の藤兵に手を後ろに回して縛られたのはどういうわけでしょう。あの美しい女文字 城愛のこもった置き手紙が江戸の町人から野者のように恐れられている女属おさきの書いたものとしたらこの謎は深くなるばかりです念のために春の城は守り袋の中からちぎれたままの細の書きを出して城五郎の死骸のそばにあった置き手紙と比べてみましたほっ城五郎は思わずあたりを見回しました。 細書きの文字と死体のそばの置き手紙は全く同じ人が書いた書籍です分けても細川俊吉の「俊」と「俊様へ」の「俊」とは藩で押したように同じ字だったのですぎくりと胸をつかれて俊の丞は2つの書き物を懐にねじ込みました徐賊一穴のお咲が訪ね訪ねていた母親だったのでしょうか あの二十年前の夢に現れる優しく懐かしい母だったのでしょうかいやいやそんなはずはないとにかく天満町の王老に送られる時本番のうちにあって女賊お先の口から母か母でないかを聞かなければなりません春之丞は思い定めると躊躇を知りません養不藤兵衛の今から役所の鍵を持ち出すと 一山におきばし狩このりは、んなているはずだっののです。ませんの大海老城を外し缶抜きを抜いて入ってきた鯖江春之丞の顔を老後氏から指す月明かりで見ると除足おさきは思わず飛びのきました。

なんといいうう。若々しし姿でしょう地味な衣装も無造作に束ねた髪もその美しさを奪うに足らず牢獄の中にも地獄の底にもみずみずしい魅力を失わないといった世にもまれな徐賊の美しさだったのですいや尋ねたいことがあるありません春の女王様思わず口走るなかつて会ったこともない旬の丞の名を、 女属おさきは知っていたのです。ほ、っ、やはり私も知っている。ハブ。不意に春野城の口をついて出る言葉は、おさきをすっかり転倒させました。とんでもない。私は女泥棒のさき牛の子などを思った覚えはない。さあ、人に見られると悪い。帰ってください。早く。自分の顔を隠すように打ちふる両手は。 ののの葉のようにわなわななと震えるのですしかもその奥に濡れた目の物語る恩愛の雄弁さ。いや帰らぬあの城五郎の死体のそばにあった手紙と守り袋の細野書きの筆跡がどう見ても同じ人の書いたものだ。お前はこの私鯖江春之丞いや細川俊吉の母にそういない名乗ってくれ頼む違う違う。違う そんな今度おしらすに出れば命が2つあっても帰らぬは花おきだおきは狭いかりろうの中を逃げ回るように必死と春之城の追求を避け続けます「20年恋しだった母上女泥棒でも死災はないお願いだから名乗ってくだされこのとおり」。 追い詰められた獣の擁護に狩老の隅にうずくまる女賊の前に座ると冷たい板敷きの上へ崩れるように額をうずめたのです違う私は女泥棒夢にもうつすにも二十年見続けた母上の面影忘れてなるものでしょうか私はこのまま潮木台に上がっても構いません。母と一言名乗ってください 涙とともにかきくどく春之丞20年の恋しさが爆発して胸にはもはや異性の影すらありませんお願い母上たった一言名乗ってくださいいつも夢に見るようにこの私を春坊と呼んでください私は私は母上を見違えるはずはありません20年この方そのお顔を夢にもうつつにも思い出していたのですもの こうかきくどきながら、春野城はたった三つの赤ん坊のようにおさきの貧しい手元をつかんで一生懸命振っていたのです。月の光さえ恐れるようにかりろうの隅にすくんでいたおさき、春野城の言葉が胸に焼き金をあてられる思いだったのでしょう。しばらくはその劇場に応える力もありませんでしたが、涙の隙から。 つくづくづ見ある春之城の優れて立派な顔立ちが20年前に美容師した夫細川たてきそっくりなどを見るとかも盾もたまらず義理も我慢もいっぺんに振り捨てて包みを切った劇場に押し流されるように「春坊!」思わずもろ手を差し伸ばしてしまったのです。はのとをげかけて,て、に、 21歳の体重を委ねました。会いたかった春某母上やっぱり母上春某お前に会わせる顔はないい,いえ母上20年前上五郎に隠されたお前に会いたいばかりに操られて悪事から悪事へ深入りしました鯖江様,様の養子春之丞様が私の子春吉と分かったのはつい五六日前 よそながら顔を見て二十年この方の望みはかなったがお前の幸せな姿を見ては名乗って出る気もなくなり私はこのまま京王坂へでも姿を隠そうとすると城五郎は早くも嗅ぎつけてお前をゆするにかかった二十年この方積もり積もった恨み私は一思いに城五郎を刺したがそれが引っかかりで鯖江の旦那に縛られてしまいました。 それもこれも因縁ごとでしょうさあ名乗った上はもう用事はない早く人に見咎められるうちに帰ってください私のことは今宵限り忘れて鯖江様のお嬢様と仲良く暮らしてください涙の中に綴る母の言葉を旬の女は赤ん坊のようにうなずきながら聞き入りました慈愛に満ちた優しい調子は 二十年前の記憶を呼び起こして身も心も溶けいるばかり。ハウェ。二人は悲しみと抱き合ったまま月の光の中に開かずお互いの顔を見ております。さあ帰ってください、主の女王様。いいえ、お救い申します。私と一緒に参りましょう。とんでもない。